元日発生した令和6年能登半島地震、震災によって亡くなられたすべての方々のご冥福を心からお祈り申し上げます。また被害に見舞われ厳しい生活を送っておられる被災者の方々に改めてお見舞いを申し上げます。今回の震災では厳しい状況が幾重にも重なりました。半島特有の道路事情による交通網の寸断、海底隆起や津波被害による海上輸送の途絶、水道、電気、通信などライフラインの甚大な損傷、地震に弱い木造家屋が散在する小さな集落の孤立、高齢者比率5割を超える地域社会への直撃、悪天候と度重なる余震の中で、過去の災害対応に比べて新しい取り組みがいくつも生まれており、強く印象付けられました。停電、断水でも使用可能なトイレトレーラーも全国から届けられました。能登は優しや土までもと言われる、外に優しく、内に強靭な能登の皆さんの底力に深く敬意を表します。